ほんなら、これにて高2の授業も終了や。楽しい春休みに突入する。宿題がないからって気抜くな。新学期からは受験地獄の幕開けやぞ。吉成、メガネ、どうしたん？あいつ、お前が初めてとちゃうぞ。そんなん分かってた。すごく慣れとったし。俺の女に手出したんが4人目っちゅうこっちゃ。何それ。じゃあ天藤君、私が吉成の彼女やったから。付き合ってくれ言うたんはお前の方やぞ。分かってんのか。吉成なんもせえへんかったやん。付き合って1年横におるだけなんか女友達と同じやん。私は吉成に抱かれたかったよ。俺のメガネ。付き合えや、律郎。アホ、ホストのバイトなんか誰が。そんなん誘うか、それともやってみる。こうへんのやったら萌子でも誘うてみようか。また殴るんか。アホ。ケーキケーキっと。うん、うん、あ、うん、おいしい。ケーキ食べへん？いらん。何？指突っ込んで食うなよ。うん、潔癖症。もう勝手にせん。私は吉成に抱かれたかったよ。くそ。だいぶアルコールが入っとるみたいやな。色っぽいで。誰よお前。とぼけんな操縦少年。で、このまま二人で抜けて。いい加減にせ。ちくしょう。萌子やったら来てへんで。帰る。帰る。おい。天藤君？話せ、帰る。ほんまに萌子を呼ぶ思たんか。話せ酔っ払い。ママやけど、あの話考えてくれた？
突然のことやから迷ってるかもしれへんけどね、やり直したいんよ。ちゃんと再婚してケンちゃんとも一緒に暮らして話しようって。せやから一緒に来てくれたら嬉しいわ。ママの再婚相手の仕事先